皆様、こんにちは。ようこそ。元気ですか？ジェーンです。ナチュラリウムタイムスへお越しいただき、本当にありがとうございます。今日も見てよかったと最後に思ってもらえるような、そんな動画をお届けしたいと思います。本日の主役はこちら、ADA のキューブガーデンだっけ？ですよね。キューブ水槽なんですけれども、この水槽についてちょっと概要をお話ししたいと思っておりますので、お付き合いください。よろしくお願いします。それでは始めていきましょうか。この ADA キューブガーデンで一番目立つ魚はどれかっていうと、こちらですかね。ホワイトフィンロージーテトラ5匹います。若干大きめで、いや、大きめというほどでもないんですけど、他のこのキューブガーデンに入っている魚の中では大きい部類に入るんですが、まあ、綺麗な色してますよね。これが5匹入ってるんですけれども、そうですね。推奨されてる数で言うと30センチキューブだと、このホワイトフィンは3匹ぐらいらしいので、若干過密かもしれませんね。他にも魚いるので。ホワイトフィンロージーテトラについて言うと、この水槽以前はコリドラスも住んでたんですけど、コリドラスの餌を容赦なく横から奪って食べまくるということがあったので、それでコリドラス専用の水槽を作ったんですよ。それからというもののホワイトフィンロージーテトラは非常に落ち着き放って、毎日ゆったりと自分の餌を食べて過ごしてます。大丈夫。私は決して言いません。この水槽の水景こそが水系レイアウトの真骨頂だなんてことは血迷っても言いません。なぜならレイアウトなんてしてないもんね。でもほったらかしでこの水系ができているので、ある意味ネイチャーではあると思ってます。こじつけだけど、後付けだけど。はい。それをいいと思っていただく方もいるし、いや、汚いよって思っている方もいてもね、自然だと思っているので、どっちでも大丈夫ですよ。今ご覧いただいているのは何かっていうとわかりますか？水面をツン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 やってるの。これはレッドトップタキシードバリーアタス、すいません、自分でも言えなかった。バリアタスという種類の魚で、プラティの仲間なんですよ。割と最近、一番最近かな、仲間に入った魚で4匹います。ブラックモーリーって皆さんご存知かなと思いますけど、油膜をよく食べてくれるとかね、苔とかも食べてくれるとか、そのモーリーとかとも結構、近い存在なんですけれども、油膜食べてるんですかね。知らないんですよ。水面を気づいたらいつもパク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 してるんですよ。このバリアタスたち。私はブラックモーリーを飼ったことがないので、油膜を食べる生態っていうのはちょっとね、飼ったことがないので、はっきりとしたことは言えなくて本当申し訳ないんですけど、正直言いますけど、この水槽全く油膜出ないんですよ。なので油膜を食べてるわけじゃないと思うんですよね。ちょっと調べてみたんですけれども、なんか油膜食べてるっぽい生態も
実は餌が欲しくてパクパクしている。パクパクしたら餌をもらえたという経験があったとすれば、パクパクすれば餌をもらえると覚えてしまう、いわゆるパブロフの犬状態で、水面を常にパクパクしていれば餌がいつか来るんじゃないかという淡い期待を持ってパクパクしているという話がね、どこかに、まあそんな風には表記されてませんでしたけど、そういうような話があったんですけれども、いや、一体何が真実なのかはわかりませんけれども、でもね、このバリアタスも苔がついてる場所とか、あとソイルとかをね、ツン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 したりとかして、常に何かをつまんでるっていう、そんな魚っていう印象があるんですよね。プラティっていうお魚の名前はよく聞くけど、バリアタスっていう名前ってそんなに聞きませんよね。聞きますか？プラティだったらミックスプラティとか、ミッキーマウスプラティとか、バットマンプラティとか、タイガープラティとかね、いろいろあるんですけど、バリアタスってそんな聞かなかったんですよ、私は。なんでかなって思って調べたら、衝撃のコメントがあってね、コメントっていうかご意見があってね、それはなぜかというと、プラティが人気だからバリアタスは人気がないというバリアタスの地位が非常に低いのはプラティがバラエティ豊かで人気だからという、なんとも残念無念なお知らせっていう感じですけどね。でも私は好きですよ。このバリアタスで初めてバリアタスに出会ったんですけど、名前はレッドトップタキシードバリアタス。全然メジャーじゃないけど、でもいいよね。皆さんも機会があったらどうですか？台湾製のメダカ系のあのお魚なんで、気づいたらブワーって増えている可能性はあるということはご留意ください。あ、ちなみにパクパクやってるのは酸欠だからっていうことではないと思われます。他の魚は普通に泳いでるのでね。で、そろそろこの水槽の最大のサプライズポイント、水槽の上のこの観葉植物についてお話を始めましょうか。ご覧のようにすくすくと育ちすぎやねん、隣の水槽にまでこんなに伸びて、はい、こちらは60センチのスリム水槽で、ペターのニモさんがいるとこなんですけど、そっちはそっちでね、水中の水草もあれば、水上の観葉植物もわさっとしてるんですけれども、アヌビアス・バルテリーがあったりね。ですが、これ、今映ってるこれは、ラシャバ・ポトスですよ。で、この3日後の様子です。はい、わかりますかね？先ほどつぼみだった葉っぱがもう開いてます。3日で開くんですよ。上から見たらこんな感じで、水槽の3分の2ぐらいを覆ってません？どんなに何回見ても覆ってますよね。これはいいんだか悪いんだかっていう感じなんですけど、水質の安定改善にはすごくいいです。本当に正直、この根っこを生やしてからね、根っこが自発的に活動を始めてからというものの、本当に苔が減りました。この水槽、苔ですっごい悩んでた水槽なので、
めっちゃ楽になったんですよ。やっぱりそれは根っこの力以外には考えられないんですよ。薬剤とか使ってないしね。ご覧の通り、このラシャバポトスね、この水槽の端っこまで伸びてるし、茎がね、縦横無尽に斜めにも伸びて、それで水槽の縁をまたいで、根がね、しっかりとグリップしてるっていう面白い光景が見れたり、まあ、ここにも渦巻いている新しい若葉が見えますけれども、これも3日後には開いているっていうことですよね。まだまだ伸びますよっていう、そのやる気しか感じないんですけど、やっぱり栄養を吸い取ってるからか、すごい元気ですね。トラディスカンティア、ゼブリナも絶好調ですが、そこにあったこの茎、太めの茎はどこに繋がってんだろうと思って辿ってみたら、どうやら隣の60センチ水槽っぽい、この山崎カズラかなと思ったけど違う。裏を見てみると、スキンダプサスでした。そう。スキンダプサスも隣の ADA の水槽まで届いてるんですよ。びっくりですよ。この間までなんか半分ぐらいまで行きましたとか、端っこまで到達しましたとか言ってた気がするんですけど、いつの間にか隣の水槽まで来てるとはね。もう一回確認。これね、スキンダプサス。これです。間違いないですね。葉っぱの模様もそうだったんで、すごいね。これ、時期に水槽覆われますよね。100%。その時はさすがにトリムしますか。現状ではライトはこんな感じで上についてて、その観葉植物に結構ダイレクトに当たってて、でも水槽も底の方までライトは届いているっていう感じなんですけれども、ライトはアマテラスとかそういう高級なやつじゃなくてアマゾンで買った安いやつなんです。というわけで、今日のナチュラリウムタイムスはこの辺で終わりにしたいと思います。いかがだったでしょうか？少しでも癒しや驚きやワクワクなどがありましたら、グッドボタンを押していただけるととても嬉しいです。コメントもね、いつも嬉しいです。ありがとうございます。自由に使ってください。そしてチャンネル登録まだという方、よかったらしていってください。お願いします。じゃあ、またねー。バイ。